ご覧の皆さん、ハロー。10秒劇初ボーイ、聖水瑞希役の赤崎千夏です。野田大和役の山下大輝です。中村和弘役の鴨田秀明です。本当にこれイベントの後に撮ってますけど、うん、僕が選んだシーンとお二人が選んだシーンほぼ一緒でしたよね。すごく近かった ね。11話のラストの方のシーンでみんなの力を合わせてエターナルコースブリザード、うん、そう、やっぱね、うん、全員の力、うん、それこそヒーロー部だけじゃなくてそこに応援してくれてた運動部のみんなの ね力も全部結集されたものがあのトルネードに出てみたいなね。でもあそこのやっぱかっこよかったよ。背中合わせて2人がこうエターナルフォースブリザードをやるし、龍翔院トーガから受け継いだ。そう、龍翔院トーガがいなかったらあれはできなかったよ、ね、でしょ。ありがとう、まあ、いいよ全然。なんでお手柄みたいになってんの。ごめんな本当に。まあ集大成みたいなね感じのシーンでしたね、はい、みんな気に入ってますね。みんな大好きでございます。決め台詞一般の人はあるんでしょうか、ね、あでもあれ大ちゃんやっぱあれじゃない、落とせるセリフっぽいやつ。落とせるセリフって何。決め台詞みたいな。勇気元気あいいね。僕大輝あごめん先に言っちゃった。予想できるぐらい馴染みがいいやつね。ごめんってことです。皆さん申し訳ない。大輝皆さんぜひこれ先にしてっちゃう。バレた。申し訳ない。すごいわ。一番やっちゃいけないことやっちゃった。大丈夫です。皆さん覚えて帰ってください。まあ誰が一番ですか。いますよ。難しいんです。何ですか。うん、まあね、気使わなくて。赤崎さん。いやでもね、私はもちろんヒーロー部のみんなもいいんですけど、何気に生徒会長が気になるんだよ。なるほど、メガネ。そう、メガネの奥に。メガネ、俺もメガネ。そうだけど、中村君もメガネだよ。そうだけど、メガネの奥が見えないじゃない、まあね、生徒会長は。そうですよね。そう、だからきっとあの奥はそう瞳が優しい人のはずなの。あ、でも言ってましたね、それはね。わかるかもしれない。だってヒーローショーのバイトしてるんだよ。確かにそうですよね。なんと言ってもとかね、うん、結構ちゃんと生徒のことを考えて学園生活を運営している人だと思うから、実はねすごいねいい男なんじゃないかなって私は思ってる。いや確かにそう、イケメン、はい、自分のことよりも生徒のことを優先している、うん、すごいこう正義感あふれる人のうちの一人ですよね。そう悪い人そうに見えるけど、うん、実はね悪いことしてないんですから、ね、なるほど。ちょっと悔しいな。悔しい、ね、なんで勝負になるの。生徒会長、まあいい男だからな。そう会長にも注目です。え、僕はあれですよ、すちょっと似てますよ。本当、あの魔術師です。お、え、どんな魔法使うの。すごい、何系。テレポーテーション系です。テレポーテーション系なんでしょうね。いろんな系統があるんですか。だから僕はあんま攻撃系はしない。あ、んあの回復呪文系。あ、なるほど。サポートタイプの。あ、非属性とかそういうのじゃない。非属性はちょっとあのうちの親父だった。親父だった。え、お父さんがそうだったの。うちの親父は非属性。前世では魔術師一家だったの。魔術師一家。すごいね。そう、ね、ああいう学校があった。エリートじゃん。そう、初めて言う。そうか、初めて聞いたよ。そう、すごい。そういう前提がね、ちょっとなかったから。ごめんね、なんか前世だからさ、うん、あんま紹介するタイミングがないよね。だからテレポーテーション、なんかさ、必殺技的テレポーテーションで、だからあ、それ必殺技なんだ。だからもう、呪文名とか覚えてない。前世ですよ、覚えてる。そんな覚えてないな、ごめんね。さすがに覚えてないでしょ。ごめん、ちょっとたくさん聞いちゃって、うん、でも、ね、そのテレポーテーション系の方は覚えてる。魔術師で、テレポーテーション系の魔術師、ね、もうよくない。回復魔法ね、魔術師家だったというわけでございます。はい、あー、ヒーロー部か。はい、あの食事管理をしてほしいです。大ちゃんはよく食べるよね。そうなんですよ、本当に。もう一緒にさ、ご飯食べに行った時に海鮮丼とか頼むじゃん、ね、頼んだ後になんかさ、刺身盛り合わせとか頼んでたよね、うん、そうなんです。なんかランチの定食プラス何かしら頼みたくなっちゃうんですよ、うん、それだけじゃちょっと物足りなくて、何かプラスアルファでなんかここのおすすめだったりとか、なんか単品で美味しそうなのがあったらちょっとやっぱ気になっちゃうから、うん、気になったやつって気になったままじゃ嫌なのよ、うん、一回解決したいの、はいはいはい、気になったら頼めよって思うから。なるほどね。ねえ、でも全部食べきっちゃうんでしょ、注文したもの。食べちゃうんです。それなにちょっとこう減らそうとか思って、減らそうっていう気持ちだけはある、うん、ダメだよ、食べ過ぎだよっていうところをもうほんと気絶させてほしいですね。気絶激しいね、結構もうトーンみたいな、ね、お前食べ過ぎだ、トーン、ね、トーンみたいな。そっか、でもそれでストレス溜まんないのかな。
全て忘れてるから記憶とともに食事の栄養だったらつくもくんかな。そうなるとさ、そうだからあもう彼がいたらねってほしい。お母さんになってほしい。お母さんね、ママスキル高いよね。ママスキル高いから管理もちゃんと栄養バランス健康も考えて、うん、ちゃんと満足させてほしい。ちょっともうつくもくんできないから大和ちょっと大和を何人かでみんなのヒーロー部のみんなの力を結集して大ちゃんを助けよう。助けてください。ヒーロー部に相談したい。じゃあファーストを派遣していただきます。そうだね、ヒーロー部結構解決してくれそうだね。そう、なんだかんだやっぱ何でも解決してくれそうですね。結局解決しても石田さんをはじめ、はい、ヒーロー部によろしくお願いいたします。はい、僕が、一番こうなんていうんですかね、イベントとかでも言ってたんですけど、悪者のいないこの平和なアニメ、本当に毎週僕が楽しみにしてましたんで、皆さんぜひ海外の方にもですね見ていただいて、ぜひ日本の学校とはこういうものなんだとか、なんかいろんなところを日本の勉強してもらえたら嬉しいです。そうじゃないところも多いけどね。確かに、そうね、うん、でもこういう平和なワールドピースな学校、ワールドピースワールドピースな学校、ワールドピースってなんだ海外の方にね。そうそうそう、ワールドピースです。はい、あととてもテンポのいい作品で、どんどん1話から見ていくごとにキャラクターの個性がどんどん出てきて、みんなのことをどんどん好きになっていくような作品になってると思いますので、1話から12話まで全部見ていただければいいなと思います。うん、深いことを考えずにすごいラフな気持ちで見られる素敵な作品だと思いますし、海外では中病激発ボーイってなんて言うんだろうって今ふと思いました。あ、確かに中病激発ボーイそっちなのか、中病激発が英語なのかわかりませんけども、日本では中病激発ボーイと、ボーイだけは英語を使わせていただいております。ね、不思議だね。そうなんだ、いわゆる中二病ってなんて言うんだろう、中二病ってなんて言うんだろうってふと思ったんですけども、なんかこれをご覧になった皆さんぜひ教えてください。本当に中病激発ボーイは本当ポジティブなパワーがすごく詰まった、明るい、そしてなんだろうな、前向きになれる作品なので、皆さんねたくさん見て楽しんでもらえて、パワーをもらえて明日の活力にしてもらえたらなって、そんな風に思いますので、たくさん見て楽しんでください。よろしくお願いします。